はい、トーマです。こんばんは。本日はですね、小さな奇跡さんのリーダーさんが、僕と触れましたいということだったので、今回触れましていきます。レギュレーションに関しては、予選リーグの、レギュレーションですね。そちらでちょっと試合していきたいなと。S50、そしてチムスキは55ですね。チムスキ55、まあ、そしてバフが 15% 以下。ちょっと自分がうまく組めてるかわからないんですけども、うまく組めてるよね大丈夫だよね。13.5 のはずです。赤井くんだけ乗らない感じですかね。他はなんか絆が乗ってですね、絆 13.5 になってるはずです。で、そちらのデッキでチムスキ55でやっていきたいなという感じです。はい、なんかいきなり果たし状が来たということでしたので、まあ、僕に直接DM していただけてもよかったんですけど、小堂さんの方に、はい、ご連絡が来たということで、まあ、ちなみに僕弱いっすからね。ちなみに言うと僕かなり弱いので、あんまり練習になんないかもしれない。まあ、逆に弱いから練習になるっていうね、考え方もあるんですけども。はい。まあ、ちょっとね、頑張っていきたいなと思います。まあ、あと今ですね、プレイステーションのキャプテン翼ライズオブニューチャンピオンズの方をやってるんですけども、方もやってるんですけれども、すごい面白くて、で、今ね、ほんとエディットプレイヤーをひたすら作ってるんですけど、マイスタッツってあるじゃないですか。マイスタッツ。プレステやってる人しかわかんないと思うんですけど、マイスタッツっていう、なんか自分がそのエディットプレイヤー作るストーリーの中で、試合が行われるんですよね。で、自分でそれを動かすんですけど、その試合をやった時に自分が活躍するとそのマイスタッツっていうのが上がるんですよ。で、なんで操作が上手い人の方が強いエディットプレイヤーが作れるっていう仕組みになってて、今ね、そのマイスタッツの上げ方っていうのをね、すごい悩んでて、まあ、悩んでるというか上がらなくて、ほとんどで総合結果としては、まあ、SSS とかそういうのを取れるようにはなってきたんですけど、ドリブルでね、ひたすら抜いてってみたりして、はい。まあ、ただ全部のね、そのシュートも SSS だしとかっていう、オール SSS とかっていう奇跡の結果みたいなものっていうのはどうやったらできるんだろうな、むしろできないのかなっていうね、ところを今感じてます。まあ、ギリギリいけそうな気もするんですけどね。 SS ぐらいまでであれば、一通りの場所が SS 近くまで行ったことがあって、でそれに6項目の評価1段階上がるっていうのがあるんで、それ加えたりすると SSS オール SSS っていうの取れなくもないのかな、ちょっとわかんないんですけど、まあそんな感じで、はい、今やってます。本当に操作がまず下手くそで一向にうまくならないっていうところなので、ぜひね、うまい方いたらコツを教えてほしいなっていうのと、まああと今高コストの作れないかなっていうので、いろいろ半沢秀樹さん、小さな奇跡、半沢秀樹さんですね。はい、ゴールド4なんで、あんまりオンラインはされない方なんでしょうかね。ちょっと小さな奇跡さんっていう連盟との絡みがちょっと全く僕はないのと、多分オンラインとかでもお会いしたことないんでわかんないんですけども、まあ一応今回の予選リーグレギュっていう話で通ってるんでしょうか、ちゃんと。どうなんでしょうか。どんな方なんですかね。ちょっとツイッターとかがフォローされてたり、フォローされてんのかな、もしかしたらフォローされてんのかもしれないですけど、ちょっと、はい、よろしくお願いします。93万って僕大丈夫だよな、大丈夫っすよね。ちょっと相手がなんかレギュを勘違いしてたりしないかな。レビン、なんか新しいレビンがいますね。で、小春光ってことは打てるのか、おそらく打てますね、あれを。竜の方向が打てるっぽいですね。見過ぎから行ってみましょうか。シュナーちょっとチェックしちゃおう。シュナイダーはランニングファイヤーショット、ジャンピング、まあシュートがいっぱいついて、ドリブルが1個ついてるような感じですね。
まあ、なのでそこら辺は投資放題ということ。まあ一回ちょっとワンツードンしていいかな。ワンツードンって。ニコってしてるな、ニコってしてるんだけど、まあこのちょっとレヴィン君チェックしていきましょう。レヴィン君は守備値としては弱いですね。1万2000、1万4000と。で、守備もついてなくて、竜の方向20ですね。あんまり上げ切ってもない。上げ切ってもない。あれ？なんで僕との勝負に、どういうあれで僕と勝負をするような感じになってきたんでしょうかね。その、どういうつの、僕のあの動画を見ていただいて、ちょっとトーマさんとやってみたいなっていうところだったのか。はい。まあ、動画見ていただいたら本当すごい嬉しいなと思うんですけども、どうだったんでしょうか。まあただ今回果たし状っていうことで、なんかもう絶対僕のこと倒してやるみたいな感じなのかなと思ったんですけど、まあ、言ったら一応若林キラー入ってるけど S20 までしか入ってなかったっていうことで、そこまでではないのかな。どっちかっていうとなんか練習したかったのであれば、本当にどんな数値見たかったとかであれば、本当に言っていただければ全然ご協力しますんで、はい、そこはね僕も気になりますしね。レヴィンの数値とか本当結構気になりますから、どのぐらい出てるのか。負けないよって押しとこうかな。ちょっととりあえずちょっとなんかチーム間違えてるよね、チーム間違えてるよね、多分ね、多分チーム間違えてると思ったんだよね。だって明らかに技レベルが整ってないですもんね。やり直していただいても全然大丈夫ですけどね。まあ一応リーダーってことですね、秀夫さん。まあ多分ずっとやってる方なんだと思うので、まあ一応3周年のキャラとかもいっぱいいたので、こうまあ多分間違えてるよね。だって38だもんね。チムスキー、そうチムスキーがね多分間違ってんじゃないかな。 55% まで一応いけるので、何かそうだよね、なんかいつものリーダーじゃないって言われてるんで、やっぱり全然なんか違うんでしょうね。そう考えるとガチッパーじゃなくて、トーマさんだから、ちょっとお試しデッキでやってみようかなみたいな、そういうあれなんでしょうかね。明らかなんかこれイベントのやつじゃない、違う、大丈夫、イベントの周回するデッキじゃない、そんなことない、どうだろう、大丈夫かな。ちょっとすいません、すごい本当に大丈夫なんでしょうか。これ取っていいのかな。取れるけど多分、明らかに数値がね明らかにおかしいんですよ。明らかにおかしいっていうのもあれだけど、これ倍返しってことですかね。おー、なるほど。まあせっかくなんでね、ちょっと相手のバフとチーム好きがわからないですけども、若林に対してどうなのか、まあこれちょっと見てた方が面白いですかね。これ負けたら晩ご飯抜きです。負けなそう。今回はちょっとなんか負けなそうな気がする。だって竜の方向20でしょ。竜の方向20はね結構いけると思うね。2万1000だもんね。2万1000でキャッチキラーでしょ。一応全力使いますけど、2万1000だからね、これ入るのかな。入んない気がするんだけどな。そう、20ってのがいいですよね。入んないですよね。びっくりした。はい、じゃあちょっと行っちゃっていいのかな、そういう意味だと。そしたらどこから行く、次若島津からでも行ってみる。愛してるよ、ありがとう。タッピーかな、誰かわかんないけど。美咲から行って、で頭超えると思うんで、小春光とマッチアップしたら、何ダビマジで、ダビ強いな、マジか。まさか取られるとは思わなかった。まあ一応松山がいるので、ドリブル、
これタックルしとけばとりあえず取れそうな気がする。ごめん、よろしくっていうのは半沢直樹だからね。はいはい、はい、半沢秀樹だからね。どうしよっかな。美咲くん枯らしちゃったんで。あー、なにー、あー、しかもダービーの方だし、ダービーの方かい。なんだよ、美咲くんに出したいんですけどね。松山くんでいこうか、守備なかったし。勝負だ。僕止めてみせる。松山くん、なだれ攻撃だ。すいません、なんかワンツードンばっかりしちゃってる。かわいそう、かわいそうって、かわいそうじゃない、俺が悪い。そういう戦い方しかできない。まあ、あのね、ちょっとね、僕下手なんですよ。だからちょっとあの守備弱いやつ見つけてこういうことしているような感じではあるんですけど、どうだろう。なんかあんまり相手チムスキーが乗ってないんで、なんか打ったら入るような感じしますけどね。ちょっと相手のあれがわかんないですけど、属性のフーリーがあるとはいえ、あ、ロンクでは、あー、入んない、入んない、入んないよ。今入ったと思ったんだけどな。ちなみに僕絆 13.5 はあるので、そこそこだとは思うんですけどね。クリアしよう、クリアがあるんで、ここはね安全にクリアしよう。ちょっとあの大会のねあれとかっていうのはちょっとわからないとは思うので、みすぎくん、みすぎくん、このねシェスターはね確かに強い。ただたあのドリブルしてくる気がする。本当は美咲くんに展開してワンツードンしたかったんですけどね。この男は僕が止める。よし、はいはいはい、あーダビー、はい、まあなんとか前半はこのような形で折り返すことができました。なんかあんまり決め手に欠ける感じですかね。ヒューガくんとかで行った方がいいのかな。はい、よろしくお願いします。相手の方はなんかまたちょっといろいろ変えてきました。意外とこんだけ戦力差って言ったらあれですけど、数値差があってあんまり攻めきれてないっていうのは、やっぱりそこら辺はちょっと僕のあのあれですね。翼と若林チムスキ乗ってない、あーそういうことですね。なぜチムスキが乗ってないのかっていう話は若干ありますけど、あべ、このトラムって、あーそこそこですね。ちょっとドリームコンビしてみよう。リーダー勘弁してください。リーダーね、リーダー多分チムスキ間違えてるんですよね。トーマさんに申し訳ない、楽しい。何の因縁なんだろうね、これね。これ高浮きにも置き換えれるかな。まあいいや。勝利はないんだ。やらせるか。ヒューガくん、それ。なんか申し訳ない。まあなんかちょっとね、怪しいなと思ったんだよね。90何万だったんでチムスキ怪しいなとは思ってたんですけど、はい、まあなんかまあでもそういうこともあるかなぐらいの。いや多分そうだよね、チムスキが違ったんですよね。しかも入んないしね、入んないし、どんだけだよ。まあでもレヴィン君がね1万9000と2万2000しか出てないんで、そんなはずないもんね。だってレヴィン君もっと出るでしょ、もっと出なかったっけ。
シュート自体はもうちょっといったはずですよね。まあでも 55% だからそんなもんか。そんな、行くぞ。来い、勝負してやる。よし来い。勝負はここからだぞ、みんな。これ入んのかな。入っていく。これは入るんだ。何？やったぜ。はい、ありがとうございます。やっと入りました。まあでもチームスキル違ったらだいぶ辛いと思うけどな。1点取るって言ってもシュートする？シュート来るかな？シュートは来なかったですね。まあタックルが封印できなかった時点でちょっときついはきついですよね。何？そうか、自動パス化がすごい出るデッキなのかな、そういう意味だと。行くぜ。取っていく。今年50歳のリーダーです。ちょっとね、すいません、読み切れなかったです。50歳なんですね、リーダーさんは。すごい、お年って言っていいのかな。よし、結構上の方ですね。何、封印で結構悲しい感じになってしまった。これね、意外と案外ね、あるからね、案外あるから。ダメだった。ダメだったか。43分ラストチャンス。グランディオスって読み勝ちでしたかね。読み勝ちだったのでちょっと3人抜きはきついですよね。はい、ありがとうございました。なんかちょっとね、チムスキがあれだったということで、はい、すいません。なんか最初に、うん、そう、割とね、いい勝負しちゃいました。よし、俺たちの勝利だ。ありがとう。はい、すいませんでした。ありがとうございました。まあ、またご要望いただければ、僕の時間がっていうか、予定が合えばやれると思いますので、はい、いつでもお待ちしております。直接ね、 DM いただいてもいいですし。はい、本日はどうもありがとうございます。ご指名いただきましてありがとうございました。そんなに強くなかったですね、僕ね。はい、という意味で、はい、僕と当たった方はチャンスかなと思いますので。技とかだけはね、しっかりね、ついてますけど、そこまで操作が上手じゃないので、そういった意味で、はい、良かったかなと思います。それではいつもご視聴ありがとうございます。それではまた。